二分ヒープ、二分ヒープ、二分,分ヒープ、バイナリーヒープ、バイナリーヒープとは、二分期を使って作られるヒープの特に単純な種類の一つである。それは、二分期に以下の二つの制約を追加したものとみなせる。ここで、より大きいとは、比較のために、いかなる比較関数を選択するかによって意味づけられる。濃度内のデータが常に数値であるとは限らないので、数量的な、 より大きいである必要はなく、数理的に言うところの全順序であればよい。また、ヒーププロパティのような制約を持つ機を一般に部分順序付き木という。ヒープは部分順序付き二分期に、さらにシェイププロパティの制約を加えたものである。配列を使って実装できるという特性がある。口実。比較が数量的なより大きいであるヒープは最大。 ヒープと呼ばれる。また、比較が数量的な、より小さいであるヒープは、最小、ヒープと呼ばれる。例えば優先順位付き町行列において、小さい値が高い優先度を意味するのであれば、最小、ヒープを使う。ヒープ内の子同士の順序は、ヒーププロパティによって特定できないことに注意すること。つまり、親を同じくする二つの子は、 制約を壊さない限り自由に入れ替えることができる。ドリープ比較せよ。すでに存在しているヒープに、前述の制約を保ったまま要素を追加するには、アップ、ヒープ、バブル、アップ、パークレイト、アップ、シフト、アップ、トリックル、アップ、ヒーポファイ、アップ、キャスケードアップ等ともと呼ばれる操作によなければ、ならない。以下のアルゴリズムに従って、2分ヒープに対し、 おで操作を行うことができる。我々は、この操作を、ツリー上で最大をのおのの深さで行う必要がある。つまり、木の高さ分を行う必要があるので、おかかる。しかしながら、およそ要素の50%が歯であり、最下層から2レベルまでには75%の要素が含まれることから、新しい要素を挿入する際、ヒープを維持するために、上向きに2、 3レベル動かすくらいで済むだろう。このように、2分ヒープは、要素の挿入には平均 O の固定時間をサポートする。我々が、最大、ヒープと呼んでいるものは、以下のようなものである。ここで、ヒープに、15という数字を付け加えたい。まず最初に、X の印が付いている場所に、15を置く。しかし、15は親である。 8より大きいのでヒープの制約条件に違反してる。そこで15と8を入れ替える。最初の入れ替え後、ヒープは以下のようになる。しかし15はその親である11よりも大きいので、まだヒープの制約条件に違反している。そこで再度入れ替える必要がある。これで適切な最大ヒープができた。ヒープからルートを削除する手順。 つまり、効果的に、最大、ヒープ内で、最大要素を検索したり最小、ヒープから最小要素を検索する手順は、アップヒープとよく似ている。これを、ダウンヒープと呼ぶ。ルートを削除するということは、ルートを木の末端の要素と入れ替えることである。前と同じ最大、ヒープを例にとると、11を削除して、4と入れ替える、親である、 4は子である、8よりも小さいのでヒープの制約条件に違反している。この2つの要素を交換すれば、ヒープの制約条件は保たれ、これ以上操作の必要はない。木構造を配列で管理している場合は、濃度配列番形の管理が別途必要である。これは連想配列でもできるし、濃度に持たせても良いし、現れる濃度が決まっているのなら、 普通の配列でも管理できる。その上で、手順は以下の通り、値の更新は例えば、ダイクストラ法や a などで使用する。最大ヒープの場合、濃度の値を更新した後、値が増えるならアップヒープし、値が減るならダウンヒープすればよい。計算量は増えるが削除して追加でも実装可能。平均計算量だけでなく、 最悪計算量も多にしたい場合は、他のヒープ構造を検討するべきだが、2分ヒープを配列で実装した場合、計算量の定数構文が、一般的に他のアルゴリズムよりも小さく、現実的には2分ヒープが最速である場合も多く、リブドックのプライオリティ級の実装では、プリミティブ型の場合は2分ヒープの使用を進めいる。フィボナッチヒープを使った場合、 平均計算量ではなく焼却計算量で追加、更新が O、削除が O になる。古典的な2分目データ構造を使って2分ヒープ、技を構築することは完全に可能である。ただ、要素を追加するときに次に追加する要素をぶら下げるべき要素を探すのに手間がかかるという問題がある。素直に実装した2分期では、 根元に向かうリンクが存在しないためである。これは、スレッド機と呼ばれているデータ構造により困難を緩和できる。スレッド機とは、末端の要素において、個要素への参照として、ぬル等を格納する代わりに、通りがけ、順、二分目行きがけ順、通りがけ、順、帰りがけ順探索を、参照における、先行要素と続要素への参照を格納し、 探索を容易にした2分目データ構造である。しかし、より普及しているやり方は、配列に移す方法である。以下のように、ほとんど完全な2分期の要素に番号をつけてみる。まず、根元の要素に1という番号をつける。以下幅優先で順番に番号を振っていく、図を参照。すると、番号に次のような規則があることがわかる。 ある要素に振られた番号を N とすると、この規則性により、ほとんど完全な二分期は、ポインタ用のメモリを必要とせず、可変長の配列に大変効率よく詰め込むことができ、また要素をたどることもできる。これは、暗黙のデータ構造の一つの単純な例である。このやり方は、ヒープソートで特に役に立つ。入力の配列を、ヒープを格納するために再利用し、 インプレースなソートが実現できるからである。0からの番号付けだと、式が少し複雑になるので、1からの番号付けが一般に使われる。C 言語など、配列が0始まりの場合には、配列の0番目を、ルートのルートと言われるような手法のための番平のデータを置いたり、そのヒープギの現在の要素数の格納などに流用することがある。2分ヒープギのマージは、 等しいサイズのヒープ2個の場合、シータだけかかる。マージ処理がよく使われる処理であるならば、2個をヒープのような違うヒープ実装を推奨する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。